ちょっと。でも飛行機ではもうねすごい爆睡しちゃってですね、そう飛行機で爆睡しちゃってちょっと無理だったから、この後ちょっと集中してみんなのこと考えようかなと思って、まあでもあまり遅く寝るのも良くないからショールームちょっとだけしようかなと思って、まあうんそうですね、なんか本当に実感してるなって感じ、次をすることに対して。アジサイありがとうドールちゃん。でもなんか今日と昨日写メ会2日間してなんか卒業がおめでとうとか、なんかこれから頑張ってねとか、そのバイバイするときになんかまたいつかどっかで絶対会おうねとかなんか言ってくれたり、なんかほんまにいろんな人に愛されてたっていうか、なんかその応援してもらえてたんやなって、その応援なんていうんやろ、そのそれぞれのなんか熱量とかで熱量の差はもう別として、なんか普通になんかその、まあ、ちょっとチェックするぐらいとかでもなんか結構見てくれてたんやなと思って、なんかすごい嬉しかったですね。この2日間はなんかあんまり改めて再認識できたっていうか、なんかほんまにみんなにめっちゃ最後の最後まで支えられてたなと思って、なんかほんまになんか実感しましたね昨日と今日は。で今日はファンの人とか泣いてる方とかもいて、なんかそれを見るとよりなんか泣きそうになったというか、なんかそのみんなとよくなんかなんていうの、その会える場、アイドルやったらさ劇場公演とか写メ会とか握手会とかで定期的に会える場所があってみたいな、そうでもそういう場が私が卒業することによってなくなっちゃうから、やっぱり生きがい、私のことを生きがいにしてくださってるファンの人にしたらすごい絶対寂しいっていうか、そうだからなんかもっと日向もこれからも頑張らないとなって思ったりもしましたね。明日緊張するな。明日緊張する、髪の毛伸びたってか。あと福岡だよ、もう明日緊張する。ヒロの後話したよ、ずっと話したよ、なんか空き時間が1時間空き時間が一緒で、写真撮り合いっこもしたし、あ写真撮り合いっこしたの一緒に写真撮るの忘れてた、こんな感じですね。なんかめっちゃ緊張する、明日のこと考えたら緊張してきた。疾走感って何ですか？緊張するね、めちゃくちゃ。どうしよう。緊張するんですけど、ちょっと待って、緊張するんですけど、今日は最後のラジオです、ちなみに11時半から聞いてね、みんな、それまでにショールームやめるからラジオ絶対聞いてない、聞かないと、ラジオ聞かないと、聞かないと日向のファンじゃないからね。
ああ、喪失感っていうことね。そうやんな、明日さ劇場公演に来てくれる人とか、まあ、DMM で見守ってくれる人とか、立ち見じゃないわ、あのロビー鑑賞とかしてくれる方ってさ、もう日向のことばっかり見てるってことですよね。緊張する。ちょっと待てよ、緊張してきたんだけど。やばい、緊張してきたしか言えない。私初めて DM 見る、ありがとう、嬉しい。まあ、あんまりさ考えすぎず考えるんですけどとか言いながらめっちゃ考えるんですけど、スピーチは30分でもいいよ。いや、それはやばいです、帰れなくなっちゃう、みんなが。まあ、スピーチはこの後、まあ2時間ぐらいかな、もう2、3時間ぐらい多分考えちゃうと思うんですけど、ゆっくりちょっと考えて、なんかどういう風に言おうかなって。スピーチってどんなこと言ったらいいんですか、皆さんちょっと教えてください。どういうこと言ったらいいんですか、今までの思い出とか言うんですかね、スピーチって。なんか生誕祭のスピーチとちゃうからさ、なんかどうしよう。ね、ファンの皆さんに聞くことじゃないな多分。それファンに聞いちゃう、ひなたが愛しい。ありがとう。まあ、らしさよね、らしさ。素直に思ったこと言えばいいと思うよ。そうだよね。センタリクエビさん、タコありがとうございます。チュチュチュ。なんかそのツイッターとかでエゴサしてたら、なんかその今までの DMM のなんか切り抜きとかを上げてる方とかいて、それ見たんですけど、なんか K4 のアンダーで私が出た時に、夏みかんさんと村重さんと下野さんと今田美奈さんと日向っていう5人での MC の場所があったんですよ。そうで、その時になんか日向が振りを間違えて、その前の曲 でそれを先輩に怒られてて、日向が言い訳させてくださいみたいな感じ言ってたり、なんか村重さんがなんかなんだっけ、村重さんがなんかその袖でなんかスタンバイするのが遅いみたいな感じのことを言われてて、で日向もそれどさくさに紛れて、いや遅いですみたいな言ったりしてるのが流れてきて、めっちゃ懐かしいと思って、なんか村重さんとかと一緒に MC するのめっちゃ楽しかったなと思って、なんかすごい懐かしい気持ちになりました。なんか今見たら、なんか日向なんかやばい、こんな先輩にこんな口答えしてたらやばいやろみたいなのを、なんかもうベテランの大ベテランの1期生さんたちになんかしてたから、なんか
なんか怖かった。ひなたを見てるけどちょっと怖かった。そうだ、それ K4 できんって言われるわなと思って、あのやっぱり大ベテランさんが多かったから K4 は。トリマ集合も村重さんとね2人でダブル MC やらせてもらったのもすごい楽しかったですね。あれもめっちゃ思い出ですね。山根がひなたのことついてする。見たショールームしちゃってる。本当に HKT に入ってよかったなって思いますね、心の底から。メンバーがもうメンバーの皆さんが優しすぎて成り立ってる。本当にメンバーの仲の良さで成り立ってるなと思う。 HKT に入ってくれてありがとう。嬉しい、ありがとう。そんなこと言ってくれるの嬉しい。え、明日ひなとさ一番何がハラハラしてるってさ、なんかあの2分映像みたいな、何だっけ、感動のなんか2分間のぐらいのなんかさ映像みたいな、松本ひなたですみたいなやつあるじゃないですか。 あれがちょっと本当にちょっとみたいな、なんか奇跡の VTR みたいな、奇跡 V。振り返りのビデオのやつ、もう嫌だー、あれほんまに。なんかどんな感じなんやろ、なんかすごい日向のマネージャーさんってすごい日向のことをなんかめっちゃ芸人扱いっていうかそういう感じであれやからさ、絶対さなんか変なとこばっかり使われてそう。絶対あるよね、なんかあるよね、絶対わかるもん。ひなたも絶対なんかあるんやろなって、絶対なんかあるもん、怖いよ。オーディションの時の様子覚えてる？なんか覚えてます、全然覚えてます。明日緊張して嫌だ。翔くんタコありがとう。ジェイソンさん、クマありがとうございます。松本3年生の発言の現場に入れました。懐かしい。公園前にペロペロキャンディー舐めよう。大丈夫です。うちが作った準備ボタン、おー、ありがとうございます。
明日の髪型正直まだ迷ってるんですよね。どうしよう、どうしようかな。なんかさ、今さ、いろんなこと考えないとあかんくて、なんかいろんなことが頭のなんかこの辺にあるんですよ。いろんなポン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 って。そうだからさ、なんかでもその一個一個を整理できてないからさ、てかなんかさ、腕にさ発疹できててさ、今ここら辺両腕、昨日の朝から。見えへんの、なんかブツブツできてるんですよね。多分ホテルのベッドが合わなかったんやと思う。聞かないとって、九州じゃないと聞けない。ラジコっていうアプリ入れたら聞けます、全国どこでも。あ緊張する。まあでもみんなも緊張してるよね、きっと。ダメだ。まあとにかく、まあ自分らしく楽しんで頑張ろうかなって思います。本当に自分らしく頑張ろうかなって思ってます。本当にね、自分らしく頑張ろうかなって思ってます。めっちゃ緊張してるんですよね。まあ楽しみたいと思いますね、明日は。あんま緊張しないですね、いつもは。でも緊張するときめっちゃ緊張しいなんですよ、ひなたって。まあ嫌なんですよね、それ本当に。とうとうありがとう。そんな可愛いお顔回してるさ。え、そんなことないよ。今日のスピーチも緊張しなかった？あんな大勢の。え、緊張しましたよ、ちょっと。だって急に喋ってくださいって言われて、全然喋るつもりなかったから、あれこそ急遽出た言葉を言いました。まあ、いつもの日向で私らしく頑張って、まあ日向ファンはあったかいんで笑ってくださいね、何かあったら。 MC とかでもガハガハって笑ってくださいね。お願いします。ガハガハって笑ってくださいね。
泣いてもいいですけど、全然泣いてもいいです。あー、じゃあそろそろ終わろうかな。ちょっといろいろ考えたいし、ちょっとだけでもショールームでしたいなって思ってたから、できてよかったです。それはそれで、皆さんちょっとだけど見に来てくれてありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ一旦っていうかショールーム今日は終わります。で明日は卒業公演よろしくお願いします。で今日は夜の11時半からラジオ聞かないと聞いてください。最終回なので、はい、お願いします。23時半から今日の、はい、ということで終わります。サプライズというのはね、見ていただいたら分かると思います。あ、じゃあ聞いていただいたら分かると思います。はい、じゃあ終わります。私は今からみんなと向き合ってちょっと考えます。じゃあ男女を見ます。13位とししぼうさん、ありがとうございます。12位ぽちさん、ありがとうございます。11位大くん、ツーショット写真家ありがとうさん、ありがとうございます。10位くたくたさん、ありがとうございます。9位みうらさん、ありがとうございます。8位さっしーよしの赤坊さん、困った時はお互い様さん、ありがとうございます。7位翔くん、ありがとうございます。6位アビタカさん、ありがとうございます。5位キャピーサーヤン、そのちんおしさん、ありがとうございます。4位しんいちろうさん、ひなた大好きさん、ありがとうございます。3位セントルクエブさん、ありがとうございます。2位トールさん、ありがとうございます。1位香港のジェイソンさん、ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあまた明日ね。バイバイ。ありがとうございました。ありがとうございました。明日頑張れます。みんな見守っててください。バイバーイ。おやすみなさい。バイバーイ。